はい、トメさんこんにちは、コモグです。ということでですね、ちょっと長尺動画お久しぶりになりますが、スパイファミリーコラボアルファですね。今回こちらをですね、4話で回していこうと思います。いやー、年始前の、まあ、だいぶ大きい言い訳ですね。来ましたが、まあ引いていきます。でね、このガチャに関してなんですけども、これ本当はね、動画撮りたいなと思ったけど、普通にね、撮り忘れてたんで、まあ、ここでちょっと喋っちゃうんですけど、あのね、基本的には、このガチャは、年始のガチャが終わって、オーブが余ったら引くっていうのが、一番いいと思います。あと、特玉全部回収して、それで、ワンチャン出たらいいなぐらい、の感覚で引きに行ったらいいかなと思うんですけど、まあね、いかんせんね、まあどうなのか分からへんからね、今回のスパイファミリーのキャラクターの性能は。この一段の方がね、ヨルさんとロイドが、結構いいところの適性をね、もらってたんで、まあそう考えるとね、怖いですね、スパイファミリーアルファは。ただ、アーニャのね、ノーマルの方は、未だに、ここでめっちゃ使えるよねってことがなかったんで、今後が怪しいんですよね。ちなみに、アーニャは持ってないです。ノーマル方。だからちょっと悩んだけどね。ノーマル引くかどうか。だけど、一旦今回は、アルファの方で、いきます。まずはメイン、いきます。ちなみにね、私は、スパイファミリーだと、ヨルさんが好きなんで、ヨルさんがめっちゃ欲しいです。頼みます。もう夜さん出たらね、勝ちだと思ってるね、自分は。止まって。死者の書。頼むよ。お願いします。はい。頼む。ここで出て。頼む。夜さんもね、性能的にもいってほしい。頼む。作るぞ。止まった止まった止まった、誰来る、野牛十兵衛だっけ、関係ねえ全然関係ないやんけ。くそ。まあ、一旦メインここで終わります。次、サブ1行きましょう。はい。では続きまして、サブ1でございます。頼む。マジで、ヨルさんお願いします。で、あとね、ロイドアルファも普通に欲しいです。頼みます。ほんとお願い。マジで頼む。結構欲しい欲あるよ、今回のアルファは。よし、止まった。誰？おー、アーニャアルファ。いいですね。お、重心化配置ですね。特に今回のスパイファミリーに関しては調整とか考えなくていいと思うから、普通にレベル上げちゃって大丈夫でしょう。ありがとうございます。よし。でかい。アーニャ、ゲットできたので、熱いですね。来い！ヨルさん。でもヨルさんが来てないんだよね。頼む。止まってくんないか。え？アーニャ祭りや、今。ああ、ボックスバイ。オッケー、じゃあ、次、サブ2行きましょう。はい。では続きまして、サブ2でございます。さっきね、アーニャ2体ゲットになったから、いやーちょっと頼むわ。ヨルさん。ヨルさん、ロイド。お願いします。はい。粉カントはワンチャン、星玉があるかもしんないんだよね。ただ星玉はね、特別行きたいと思うんだけどね。振り返りガチャとかがさ、結局、12月後半あるからさ。
できれば置けるなら置いときたいが、おお。ぬかたおの大きみスマッシュラーカ。うわ、ボックスいっぱい、ごめんなさい。整理していきます。はい、すいません、戻ってまいりました。で、さっきの結果の影響で、星玉が行くことはなくなりましたね。とはいえだよ。頼みます。夜さん、お願いします。夜フォージャーアルファ来いよ。頼む。ロイドでもいい。頼む。ねえねえ、違う、しとった。ちゃんでやねん。ちゃう。もうアーニャいい。アーニャもういい。ザーイ。死ね、これ得意もないについてんの。まあまあいい意味ついてんじゃん。まあまあいい意味ついてるやん。ボックスパイ。はーい。じゃあ、ラストのアカウントですね。サブ3、行きましょう。はい。では、ラスト、サブ3でございます。ちょっと、アーニャもういいよ。アーニャちょっとね、パパとママ連れてきて。お願い。頼むよ。父、母、連れてきて。頼む。いやー、頼む。マジで、アーニャは止まらなくていいから、ヨルさん、ロイド。マッチュピチュか。違う、止まった。いいよ、止まっていくの。モンタナ。あ、でもモンタナ嬉しい。このアカウントだけ持ってなかったん、ね、確か、モンタナは。でかいわ。カシギとかやりやすい。お！このキャラあれだよね。何個か前の CM で結構強いって言われたキャラだね。名前なんだっけ？あ、スノードロップか。結構強いよね、このキャラ。ありがとうございます。収穫としてはいいもの得られたが、違う。頼む。夜さん。頼むよ。もうこれでなかったら特玉にかけないといけないんだよ。で、特玉でなかったら追いがちになる。やめて。カメハメハ。うーそ。なるほど。はーい。てなわけで、80連引きました。で、まあ、最近のね、コラボガチャの時は、自分100連回してると思うんですけど、4カゴッケで。ちょっと今回は80で止めさせてください、一旦。やっぱり、年始もありますし、何より年末のガチャもちょっとあるので、一旦、ストップ。させていただきます、ここで。で、スパイファミリーね、追いガチャするとしたら、新春ガチャ終わったタイミング、まあ、その新春を、ある程度引き切って、もう、これで OK だなっていうラインになったら、こっちのスパイファミリー追います。特玉で出なかったのの話だけどね。もし特玉で、1体でも、ヨルさん、ロイド出たら、もう、撤退。もう、絶対撤退する。もう、引かない。って感じかな。まあ、こっちのね、ノーマルの方は、アーニャ欲しいけど、我慢はできる。かな。そう、なんで。いやー、ちょっと悔しいけどね、今回。引きとしては悪くなかったんだよね。80連でコラボキャラ3体当たったけど、全部アーニャだからさ。まあまあまあ。悪くはないが、ちょっと、あーっていう感じだね。ちょっと自分の中でもやってしてね。はい。ちょっとまあ久しぶりのね、動画っていうこともあってね。いやー。ちょっとね、いい感じでバーン行きたかったけどダメだったね。申し訳ない。申し訳ないのは違うか。自分の結果からね。はい。
てなわけなんで、この辺で動画締めたいなと思います。よろしければ皆様、高評価、チャンネル登録の方、ぜひぜひお願いします。またですね、X、旧 Twitter やっております。概要欄からそちらのフォローもお願いします。まあ最近ちょっとね、YouTube の方全然更新できてないんですけれども、そのモンスト以外のゲームもちょくちょく復帰を始めてますので、そっちの方向のね、そっちの方向というかそっちの他のゲームの動画もね、アップしていっては、投稿頻度に関しては高めでいければなと思ってます。ってなわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。でした。ありがとうございました。